いや、物資がありすぎるおかげでいろいろ委任させても全く問題ないというね。じゃあそろそろ雪のり君たち5詰め北上させよう。武田家もそろそろ疲弊してきているかな。椎名さん、あのとんでもない大部隊で包囲されている3万8000対281、なんか玉砕しそうで怖いな。行きます。おお、山頂の方捨て身を覚えた。一体どういうことだ。お任せください。お任せください。ならば機長を率いる武田の面々。ご紹介です。耐久そこそこ高いんだ。みんな行くよ。ま、大部隊がいるから。これで決める。お、風林火山発動。ここ聞きます。取り掛かりましょう。あ、そっちに行くんだ。まあ、せっかく風林火山覚えているならば使っていかなければならない。承知いたしました。こっちは先導罹患時の声。罹患のために接近しよう。お任せください。逃がすか。おお、底力ね。城門を破壊しました。だが109の部隊だ。9300でもみくちゃにしてやろう。貴様らの動き読めておる。お、河内長野、河内畠山がどうやら滅ぼされた。こんな日も河内長野、あの実際の地名だわ。でも椎名ゆきちゃんかな。そっち行くんだ。じゃあこう行こう。お任せください。承知いたしました。我らの専門、あなたに見切れますか。お任せください。陣地1 取りかかってすぐやめたんだ。みんな行くよ。さあこれで椎名が落ちた。男といってもこんなものですね。敵将捕らえたり。まずは長尾連合、椎名家滅亡。機長さん、海通っていこうか。七尾なんかやべえ部隊が迫っているのが見えるな。あの戦法を使ってもいいんですけれどもね。他はどうだろう。まあ順調かな。73日ちょっと心配だ。それよりもまだ兵力がいるな。モグラ攻めを持っているわけでもない。ならば残念だが敵部隊を破っただけでも十分だ。大浦為信は交代。あなたのためになるのなら。逃げるなら今のうちだ。よし、じゃあそろそろやってみるか。モグラ攻めが使えるのは武田晴信。そういえば馬場さんも使えますよね。大筒も使える。かしこまりました。耐久は高いか。高坂さんが使えるならば一気にここまで迫りたい。お任せください。秋山さんも使える。かしこまりました。山形正景ことおぶさんも使えるんだ。かしこまりました。君らすごいね武田家。内藤さん使えないんだ。承知しました。春信どうしようか。ならば馬場さんと進もう。大筒じゃない。お任せください。ないな。ならば春信でまずはモグラ攻め。スペースがない。大筒の陣地がどうやら邪魔になっている様子。始めよう。じゃあ次はこっち。始めます。取り掛かりましょう。いろいろスペースとかあるんですね。始めます。さあ武田軍の一斉にモグラ攻め。大筒が一番上に来るんだ。我に続け。決める。決める。
弥太郎さんが黒人衆に構っている間に我々はモグラ攻めにて城内に侵入。まずは春信。敵城門突破しました。よし、敵城門突破、次はこちらの門だ。かしこまりました、お任せください。で、正影はこっちで迎撃。承知いたしました。敵城門突破しました。内藤さんだけが来れていないっていうね。じゃあ内藤さん、物見やってもらおうか。こう言ってこう。みんな覚悟を決めよう。来たな。斉藤智信。さあ急いでこの城落とすぞ。我が道を開けよ。承知いたしました。お任せ。我らが攻め耐えてみせよ。承知いたしました。敵城門突破しました。斉藤さん、1万9000の大部隊か。まあ迎撃することは、まあ兵力差的には可能だが、だが損害を抑えるため、この友信の1万9500の部隊は無傷で敗走させてくれようぞ。春信さんに一応足止めかけておくか。いや、だが春信に到着する前に城は陥落。さあ大部隊敗走。手ぬ敵なし。ふむ、よくやったぞ武田家。ならば内藤さん交代、秋山さん交代。兵力180か。お任せあれ。ならば春信、信春、あとは正影。こっちで小山御坊に向けて、高坂さんまだまだ大部隊を持っている。ならば成田さんがいる福光を攻めよう。敵将捕獲しました。おお、三条の方さすがである。ならばこちらは北上して、一旦ここに陣取ろう。縦半はここを通って二方向から攻めよう。で、こちらでは若狭武田家。せっかくだ、このまま戦をしていこう。進め。できればこのターンで落として、で次のターンでね、人を入れて早く回収できるようにしよう。秀吉もモグラ攻めが使える。承知いたしました。さあ行くぞ猿よ。これでも猿一門衆だからな。後で長政とお市婚約させてあげようか。俺の命に従え。みんな行くよ。さあ猿よ早く来い。城門を破壊しました。相手はまた篠乃さんか。承知いたしました。でも信長が尾張に戻ったことで、大体ね、まあいわゆる、まあいわゆる本当の子、織田家臣かな、まあだいぶ揃ってきている。でこっちは一門系で揃えているんですよね。この攻め見切れない。逃げはせんぞ。逃げるなら今のうちだと言ってくれるね。そうだ、若狭武田、逃げるなら今のうちだぞ。信長が終わらせる。敵城門突破しました。引きます。まあ包囲状態ではなかったから、このまま攻めて、で武将を入れてすぐに耐久回復。手出しの無用だ。かしこまりました。だってさ。かしこまりました。じゃあ信長に任せましょう。残念だな猿。まあなかなか素直で良いことだ。
敵城門突破しました。ならばあとはこの信長に任せよ。黒人衆くっつきか。手出しは無用だ。黒人衆は言うことを聞いてくれない。首都新たな世を作るのだ。さあこれで後瀬山が落ちました。秀吉君頑張っているが、まあ、そろそろ交代させようか。捕らえたのは秀吉か。捕虜が4人、こっちは0。信長さん一旦後瀬山に置いて秀吉交代。退場するぞ。あとは長尾家とそして畠山さん何をやっているんだろう。正成か。止まれ。おせんさんがいるか。出陣する。おせんさんいるのはいいんですけどもね。あ、そっちに行くんだ。お、島左近、野球十兵衛、さらには杉谷さんが入る。信長を狙撃した男かね。だって埋められて確かね、首をノコギリで確か切られたんですよね。あとは野球十兵衛、そして島左近が入るか。表彰を始めます。ふむ、見ていますと鈴木家、まあこの高屋を落とした後北上してどうやら飯盛山を攻めている。だがどうやら細川家は別荘残っているんだ。重宗っていうのかな。明石照澄とかいるんだ。まあこの別荘さんが援軍として向かっている様子。こうやって連合の合間でね、結構争っている勢力もいるので結構見ていてね、まあ面白いんですけれどもね。とりあえず我々は越前、あとは越中か。おせんさんがどうやら小山御坊に向かっている。大部隊がいるからな。ならば雪乃たち向かおう。承知いたしました。かしこまりました。もしくはもう包囲に入っているなら落としていってもいいか。長さんは七尾を攻めさせて、慶喜は一旦ここで陣取ろう。で一条さんは七尾攻め。七尾に帰ってくるかもしれないのでそこを迎撃しよう。行くぞ。春信はまだ兵力は持っている。山形さんいらっしゃった様子。もうみんな改名イベントないから前の名前のまんまなんですよね。ちょっとねその辺こう呼び慣れている方をついつい言ってしまうのはご了承ください。始めます。続きなさい。始めよう。いや長尾家を圧倒していく武田家。さあ打ち子を目ない。微妙にそれていたか。まあ、私がね大筒を外すのはまあいつものことなんですけれどもね。我らの意志見せるは今ぞ。こっちはこう攻めようか。承知いたしました。かかれ。逃がしはせん。罹患。おお、斎藤辰興いたんだ。どうやら城に逃げ込むか。勝は見えた。敵を追い込め。承知いたした。辰興君が追い込まれているぞ。敵城門突破しました。間に合うかな。神速とか使えない。側面捉え切れるか。かしこまりました。続きなさい。よし。まさけは味方、あとは敵なり。
でこうなったんですよね。なら雪乃たちはここを攻めよう。で、お山ごぼうを落とした武田軍、まあ、約1万3000大正寺に向かう。で、こちらの部隊はもう朝倉山を攻めよう。三条さん、こういけるかな。突っ込んでいくわ、春信。待機せよ。ここが貴様らの地獄よ。敵将、仕留めたり。お、三木鶴さん、女性かな。まあ、女性だな。討ち取ったのか。いや、情けないな。もう機長さんは大部隊残っているんで、ガンガン進んでいくが。元康が兵糧切れ。あ、ここね。ならもう合戦していきましょう。竹千代くんはモグラ攻めが使える。広忠さん、ずっと生きているな。病死系だからすぐね、寿命が来れば死ぬと思うんですけどもね。参るぞ。おっと、どうやら失敗した様子。親父の前で恥をかいたか、元康。ご覧が引くには夜若造とも覚悟は良いか。かしこまりました。かかれ。お、吉影、そこにいるか。ふむ、どうやら矢倉を立てている。あとはこちらの石田さんのみか。お、福光陥落。さすがは高坂さん。決めます。一人に入り勘してもしょうがないんだがな。どう離れようと。勝てぬぞ。これで曽山城が落ちたのかな。三河武士の魂、決して砕けぬ。そうだな、頑張れよ元康。じゃあ元康隊はここで兵糧を補給して一条谷に行きましょう。お任せください。影虎来るな。2000の部隊か。あら、城を守るのやめたのか。どうやら慶喜に向かってくる。行くぞ。相手は直江兼継の嫁さんか。お任せください。そういえば上杉海勝かな、元服しているんですよね。一応お母さんがね、綾御前なので、で、綾御前はこちらにいるので元服した。まあ名前がね、前のまんまなんで上杉海勝じゃないんですけれどもね。そっちは全然呼び慣れていないんで、多分ね、いても海勝くんと呼んでしまうとは思うが。乱戦強化か。時の声か。慶喜、女性相手では風林火山が発動できぬか。ふむ、風林火山など使わずとも勝てるというわけか。男と言ってもこんなものですね。引きましょう。とりあえずおせんさんが七尾に帰るところを迎撃できた。捕獲したぞ。お、さらにはエマちゃんを捕獲。かしこまりました。高坂先生はもういいか、交代させよう。で、こっちではどうやら春信と、あとは長尾、影虎戦っている様子。味方の合流を待って合戦していきましょう。行くぞ。山城タイプで、本丸はそこか。ならば、モグラ攻めの3連発、お見舞いしてやろう。あ、でも長尾さんしかいないんだ。お、で、この辺が入った。
若狭武田家で、こっちの武田家へもぐら攻め、大筒ではないまた間違えるか。あ、でもそっちに行っちゃうんだ。忙しい陣になっているな。お、でも打ち込んでいる様子。敵城門突破しました。あの、そっちに行かないんですけれどもね。馬場さんどうする、モグラ攻め、スペースがない、もうひしめいていますもんね。お任せください。もう諦めてください。我が策で貴様らを殲滅する。さあでは決着をつけよう。承知いたした。ここが勝負どころよ。正々堂々勝負しなさい。武田に勝てると思っておるのか。今度こそちゃんと決着をつけないといけないが、あ、鬼小島の効果で動きが取れない。分身の攻め耐えきれまい。だが交代していくのはどういうつもりだ。こっちから回り込んでくるつもりなのか。とすれば今もぐら攻めをしても、まあ、おそらくは失敗する。ならば乱戦を強化してこっちに行こう。もしくは間に合うか。よし間に合った。でオブさんはこっち、ハルノブは長尾さんの追撃。さあどうする影虎よ。なぜ今さら大筒陣地を攻めているんだろうか。少ない舞台で馬場さんに突っ込んでくる。そうはさせんぞ魚で。大実戦。見切れまい。押し込まりました。これ以上は許さぬ。ひよったか。我を退けるか。今回も春の場あまりいいところがなかった気がするな。承知いたした。七尾も陥落したことですし、これであれかな、長尾家の城はあとは角田城のみかな。城門を破壊しました。包囲状態ではなかったので大正寺はこのまま攻めさせてもらいましょう。だがどうやら表情が始まる。中断しよう。始めます。報告いたす。まあ、大正寺は陥落目前ですからね。朝倉山もまだ残っていたか。あ、そうか、まだまだ。お、甘かす五千の舞台で持ちこたえる。畠山さんも何もしていないな。ちょっとこう、あの、松並沖に出ていただけですよね。ふむ、残る城はあと6つか。この辺のね、城取っても多分今後使わないと思うので、とりあえずは内政の高い武将を入れて、あとは内政やらやっておこうかと思います。長尾家の面々はこっちに入れようかな。この辺に入れて使っていこうとは思う。ま、使わない拠点もだいぶ多くなっているので、まあ取り壊してもいいんですけども、まあ、せっかく鍛えたのがもったいないっていう気持ちもあるんですよね。とりあえずこっち、春の部は影虎と決着をつけるべく七尾に向かって息子の義信と合流。逃げられませぬ。我が領内に敵が迫っております。後瀬山を狙ってくるか。まだまだ修理中なんですよね。一式が向かってくるのか。ちょうど交代しようとしていた部隊、まっちゃんがいるので向かわせよう。で改めてここが包囲に入った。もうだいぶボロボロの、だいぶボロボロの状態ですからね。こっちから攻めましょう。モグラ攻めを使うまでもない。我が領内に敵が迫っております。おや、他にも部隊がいる。もしかしてあの山中。ここは引く。あとは千坂さんか。お、細川家やられたんだ。
別所さんすぐ交代してしまったか。取り掛かります。取り掛かれていないぞ。縄文を破壊しました。千坂さんどこにいるかな。おお、そこにいたか。姉が浩二もいる。ならばついでだ。もうここも落とそう。かしこまりました。承知いたしました。おぶさんとあとは馬場さん。縄文を破壊しました。ここは貴様らの地獄よ。敵将捕らえたり。影虎はそっちに移ったか。ならばもうこちらの部隊は交代。よくやったぞ武田家の面々。でもどこが攻めてきているんだろう。あ、なるほどね、旗の家が来るんだ。じわじわ向かってきているな。いや、交代していくな。ハタナの方も交代していくか。なるほど、まっちゃんに恐れをなしたか。重荷を負う覚悟わしにはできておる。逃しません。山名さん、あれかな、一式を守ろうとしているか。現在は停戦状態か。まあ、まっちゃんは交代させよう。また狙ってくるかもしれんが、朝倉はまだまだ。勝山が残っているな。まあ、そこは松平の親子に任せよう。でこっちは浅井長政と、そして三条の方でね、金ヶ崎にはね、松平信康くんを入れております。さらには瀬名姫も入れているんですよね。